さて、カパーチェーブクロカーパー園長です。で今度のお話はね、海外の人がこれは見ていて心が温まる光景だ、なんか日本で目撃されたとあるコロナ対策ね、それに対して海外の人たちがなんか思わずほっこりみたいな。でこれね、まあ見たまんまですよね。新型コロナウイルス対策のために無観客のね、席を、まあ、ぬいぐるみで埋める、まあこれ野球ですよね、球場が素晴らしいと、まあそういうこう話題になっていたと、そういうお話ですかね。これはどことどこの試合かそこまではちょっとよくわかんないですけど、まあ観客がいるように見せたりソーシャルディスタンスを目に見える形で表すために球場やイベント会場のぬいぐるみってすごくいいことだと思う。でそれに対してね、このぬいぐるみ全部球場に来てくれてる子供たちにあげるってのはどうとか、これは見ていて心が温まる光景だ。でそれに対して子供たちは一人も来てないよ、コロナのせいでしばらくの間無観客で試合をしてるんだ。でなるほどそういうことか、教えてくれてありがとう。で次の人がぬいぐるみも楽しい時間過ごしてるみたいだねとか、ぬいぐるみたちもちゃんとソーシャルディスタンス尊重してる。でそれに対してぬいぐるみたちもマスクもしてねとか、ムーミンカフェも同じようなことやってたの思い出すよとか、ムーミンカフェよく知ってるな、バッファローブルが寂しそうとか、このぬいぐるみどうやったら手に入るのか知りたいとか、ネットで買えるんじゃないですかね、かわいい、こいつは全員にホットドッグあげようぜとか、正直日本のマスコットキャラの中でバッファローブル一番好き、バッファローブルってなんだ、ちゃんとソーシャルディスタンス守ってるかわいいとか、マツダスタジアムのカープの客先も見てみたいとか、日本の野球結構人気あるのかな海外で。で次の人がめちゃくちゃ可愛いねと同時に、東京では1日55件新しくコロナ感染者が出て、これ何日前の話なんだろう、もうそんなもんじゃないですけどね200人以上ですけど、4日続けて、 LA では2012人も感染者出てしまったっていう記事を思い出すとか、これすごいねとか、ぬいぐるみでさえ隣同士に座ってないんだね、欲しい、ポンタのグッズ全部欲しいとか、来月から始まる MLB の観客席にもぜひこのアイデアを持ち込んでほしいとか、ちゃんとソーシャルディスタンスを守っている、まあそこがなんか驚きだったのかな、ポイントとしては。まあなんかバッファローブルじゃなくてバファローブルが正しいらしいですよね。ポンタ君なんだっけ、ポンタ君セブンかなんかのキャラクターでしたっけ。確か野球も観客お客さん入れてましたよね。東京で200人以上の感染者が出たとかニュースで見て、だからもうこの記事、このニュース自体はもうちょっと1週間とかそれ以上前の話なのかな。正直どうなんでしょうね、大丈夫ですかね、まだ早いんじゃないかなってちょっと思いますけども、個人的にはね、まあでも野球楽しみにしてた人、野球だけじゃないですか、サッカーとかね、ああいうスポーツね、スタジアムで観戦したい、わかるんですかね、わかるんですけどね、大ごとにならなきゃいいですけどね、まあしょうがないのかな、もう、まあもしこれご覧になってる方でね、スタジアムに観戦に行く、そういう方は気をつけて、行ってきていただきたいですよね。さてじゃ次はね、これすごいね、マジ登ってみたい、なんか日本のとある山の登山ルートの写真らしいんですけど、これに食いつくんだね、なんかこれ、愛媛県の石土山っていうのかな、石土山、なんか頂上への登り方が海外掲示板で紹介されて話題になって、すごく険しい道だっていうことで、なんかこの鎖がなんかポイントだったらしいんですけど、このチェーンを登らないといけないんだぜみたいな、そうですねなんかちょっとピンとこないんですけど、でまあどのくらいの人がね、転落しちゃったりしてたんだろうとか、そんなこと考えてんだ、多分そんなに多くないと思うね、すごく危なそうだけど、ちゃんと装備すれば大丈夫、装備ってハーネスみたいなやつのこと、ハーネスなんかいらない、ちゃんとこのチェーン掴んでるだけで十分だよ、そういうこと、わこの鎖を登っていくのかすごいな、とこれだってアメリカとかヨーロッパでもね普通にあるんじゃないの、世界中でだってこんな感じの登山道とか登山ルートって普通にあるような気がするんだけどな、俺は鎖なしでも大丈夫だと思うとか、絶対この辺に巨人住んでるよね、映画で見たことあるよとか、なんかやっぱアニメとか漫画とかその辺のなんかが混ざってんな多分ね、間違いないね、僕は月曜日登ったんだけど他の人はみんな白い服着ていて、このチェーンのところ登らず代わりに長い上り坂を登って頂上で大きな警笛を鳴らしてた、霧の中僕は一人きりで目に見えるもの全部が少し幻想的だったんだ、そういう場所なのこれ、
で次の人がゲームのご当棒っぽい雰囲気がすごく漂っている。このゲーム知らないですけど、そんな感じなんですかねこれ。でそもそも一番最初どうやってチェーン取り付けたのかな。まあチェーンがなくても登れるけど、あった方が断然登れやすいよとは思うよ。ここすごいねとか、寄せ見て国立公園のハーフドームを思い出す。そうだから世界中にありますよねこんな感じのとこね。巧妙なデザイン、片足は足場になってて、もう片方を手で掴む。足を引っ掛けるのに困らないよう、岩からチェーンを浮かせられるようになっている。真上に上がらないといけないとき、真下に下がるときのために三角形になっているのもあった。すごいな、再利用のチェーンなのかな。マジで登ってみたいということで。なんか、あ、そうなんだ。そんなに珍しくないような気がするんですけどね。うん。まあ、なんか、この場所、石土山、修験場じゃない道もあるから、妙義山や、あと、これなんていうの、三徳山、三徳山に比べるとそうでもないみたいな、そういうなんかコメントしてる人もいますよね。うん。で、まあ、普通に日本国内に限っても、日本全国、こういう山結構ありますよね。まあその程度がね結構ばらつきがあるんで、アスレチック感覚で、軽い感じに登れる程度のものもあれば、そうでもない、なんか転落したら命に関わるし、途中でおじけづいたらレスキュー隊も出動する羽目になって大変なんで、面白半分でのチャレンジするのはダメだ、そういうところもあるんで、その辺はなんか自己判断自己責任ですよね、うん、と思いますが、ちなみに僕はここには行ったことはありませんよ。さて、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。